シャドウスイング始めました。じゃあ行ってみましょう。はい、よし。トシミンが、はい、レディースを、はい、M6 のレディース 12.0 シャフトがですね L ですね。吹雪の L ですね。 L、 はい、じゃあ打ってみましょう。お、いいんじゃん、いいんちゃう。どうでしょう。あ、右に行った。アマチュア女子の中でもやっぱりトシベかっこいい方だから。そうだね、その一般の女子向けにちょっとスイングスピードも合わせ気味で、はい、まあいいんじゃない、それぐらいがいいね、いいんじゃない、右に行ってるか分かんない。お、いいよ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 、うん、なんかなんだろう、体が細いのに使い方がうまいんでしょうね、うん、だって35っすよ、ヘルスピードね、うん、もうちょい上がったら俺と一緒っすよ。M6 の股間はどうですか。なんか女性で使ってるイメージはあんまりないんですけど、うん、これを本当に使い込ませたらかっこいい、うん、プロとかが使ってるいいんじゃん。これ天ぷら？いいんじゃん。天ぷらですね。いや、いいよ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 。いや、いいよ。レッドスピード33。はあ、33。打感は？都市民的に言うと。普段メンズ使ってるので、意外にその私が使ってるデキシオもメンズと比べてそんなに変わらないから。あ、変わんない。弾く感じではないね。うん、あ、いいんじゃない？いいんじゃない？でもやっぱあれだね。おー、ナイスショー。これだ。これよ。35。すごいすごい。いや、やっぱね、なんか球筋安定してるね、トシミンね。うらやましい。うらやましい。ちょっとずっとやってみたかった。打ちたかった。はい、打ちたかったエピック。実はなんか私の中でエピックは周りで一番使ってる方が多いんです、ドライバーは。あ、そうなんだ。なんか4人でゴルフしてて私以外全員エピックみたいなのもあるので、いや、男性も女性も多くて、なのでちょっとみんな飛ぶっていうので、うん、ちょっと一回試したかった。試したかった、はい、本当かい本当かい本当に飛ぶのかと、はい、とエピックフラッシュスターの、はい、スピーダー、スピーダーのレボリューション、キャロウェイの L だね。 L、 この概要もじゃあ手帳にちょっと軽く、うん、30年後のヘッドです。あ、未来からやってきた、未来からやってきた、やってきました。 AI ペース。このエピックが飛ぶって言われてる理由は何ですか。その30年後のペースですね。もうやるに、もういろいろ研究した結果、はい、まあ要約すると、うん、ヘッドはもうさっきのテーラメントと一緒ですけど、ギリギリルールギリギリの反発力がある、はい、ここにつきます、うん、あとは、テーラメントにないところでいけば、はい、あ、動かせます。レディースも、はい、動かせるようになると、こっちはいきます。はい、はい、どうしようね。私は結構、ッはさ、はい、この、その芯の部分が分厚くなってんの、うん、分厚くなってる。そう、なんか薄ければ飛ぶってずっと言われてたんだけど、はい、今回ね、分厚くしたの。それは、ね、うん、何ですか、ボールを当てた時に高反発ってそういうことですか。そうですね、当たり負けしにくくなってるんだと思います。
あ、まあ、今まで、ね、やっぱさっきあのデッドさんが言ったように、うん、薄くしたら飛ぶでしょって言ってたのが、今回厚く作ったらなんだろう、飛ぶじゃんっていうことらしいです。念願の念願のエピック飛ぶ飛ぶと最新それを高橋利美が振ったらどうなるんだったまずはね、レディース、うん、女子なんで、レディースから、はい、うん、あ、音全然違うね全然違うね、M シリーズとねわわわわわわわおー、やっぱ、うん、いいんじゃん気持ちいいヘッドスピード上がったね本当だ本当だ上がったね本当だ音もすごい軽くてもすぐ弾き出してる感じがしますね。するね。音は当たった時の、やっぱ硬いんですけど、かといってでも持ってる時はそんな重くなく振りやすい。振りやすい。なんか。おとなしく当ててくんのがなんか M シリーズで、でもね、この当たったよみたいなエピックはね、うん、当たったよみたいな、当たったよって感じするの。どういうことや、当たったよ。音で表してるエピック、当たったよ。で、あと一球レディースを打って、ナイスショー、ほら行ったっしょ。いい感じですね。巻いちゃった。逆だな。パスタだ。距離出る。レディースで170ってことは、多分この後、うん、じゃーん。ちょっと触れる。エピックフラッシュスターのシャフトが変わったのかな。シャフトと、あと 12.0 から 10.5 に、はい、ロストが。SLB の SL2。SL2。だんだんシャフトがトシミンスペックに上がってる。かっこいいです、うん、かっこいい。違う。いや、いいですね、うん、私はこれ実践で使ってみたい。まだ打ってないですけどまだ打ってないですけど。かっこいいこと言うわわあ、違う、全然違う。これは絶対飛んでる。いいですね、うん、めちゃめちゃいいぞ。いいわわわわわわ、うわこれ合ってるね。これだよ、いつも落としみたいな。これがこれがいつも落としみたいな。これ合ってる。これいいですね、ちょっとやっぱりそのちょっと長くなってる。そうだね、そうだね、思いっきり振れるし。あ、ダメだ、もうちょっとあ、限界来た。限界来た。限界来た。ちょっと振った感じが気持ち悪い。よい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 よ。でも、電プロ気味で、これだったら全然。こっちはメインのスピーダー474の R。あ、R じゃん。セクション SR。結構ステッカー近くなってきます。で、ちょっと弾く感じ。休憩してからでもいい。ちょっと休憩してから。はい。素振り始め。休憩のはずが都市民が。ああ、いいですね。シャドウスイング始めました。都市民それ休憩？やめてください。M5 の。クリーン黒影、黒影、女性、女性、女性。これはやっぱちょっとヘッドが、ヘッドがちょっと重めです。いきます。トシミンが休憩してたのに疲れて帰ってきた。小休止は。ナイスボール位置が、あ、いい感じっすよ。
そんなに本当に凍っちゃうの？ドライバーより。いや、でもね、打ちやすい。今良かった。うん。これも打ちやすい。この球打てんだね。クラブのおかげかな。まあ、それは打ちやすい。買ってく？嘘でしょ。買い上げ、買い上げじゃないこれ。いや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 、5番だよこれ。ありがとうございます。いや店長、いやいや店長、いや店長、いや店長、5番だよこれ。素晴らしい。うん、あ、これ順に引いたね。あ、悪くないね。うん、なんでなんでなんで、そんなにくなんで5番打ったっすよ。いや、そんなもんだよ。だって俺5番打ったより220だって。僕、ロケットボールって3番打ったらこれ行くか行かないかぐらいです。ほんとに。進化したからクラブのね。ああ、クラブのね、うん、クラブの力ね、うん、やっぱありますね。そうだよ、いいとこ当たってるし、うん、ねえ、クラブの力だよこれは。あら、さあイエローが、いや買う方向みたいになってんじゃん。違う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 買うならこれってことでしょ。あ、そうですね、買うなら、まあ、なんか思いついた企画でみたいな、こいついきなり買わそう今日はみたいな。そんなのないよ。自信もっとおすすめできるでしょ、これ。これはいい、マジで。いや、これはマジで。ちょっと左だ。あ、でも全然、違う違う、左だけだ。いや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 、絶対いいよ、これ。めっちゃいい。うん。いやー、だったな、だったな。なんでこんな考え飛ばせるんだろう、シール。今のダフリ決めで190だ。これいつ出るんですか。2月15日で、シャフトはこれ純正ではないですか。純正です。純正クルクルなんですか。これがいつものフェアウェイと違うの。はい、お、実は、うん、動くんです。出た出たよ、シリーズの。それも真ん中が動くんじゃなくて、これごと動くんです。はぁ、こんなに動くんです。はぁ、はぁ、なので、まあ、こっちだったら少し捕まりやすい、ドローより。もしくは、うん、こっち側にボールが当たる人は、うん、こっちやった方が、あ、今当たり気味でした、うん、はい、あの当たりが濃くなります、はいはいはい、こっち側の人はこっちにやって、はい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 、ちょっと熱くなります。これでちょっと、はい、ますか。いや、ちょっと欲しくなっちゃう。ありがとうございます。素敵な出会いが今日は気持ちよく。あ、いや、でもちょっと待って、もうヘッドの重さが全然違う。変わった、バランスが全然違う。えらい違う。はい、全然違う。あ、いい、全然違う、全然違う。でも悪くない、全然違う。なんか不思議なんですけど、デコ設定のがやっぱいいっす。万人受けというか平均的な、うん、設定だから、ね、全然違う。まあ、イエローは平均的って、まあ、思いっきり振りましたけど、若干。あ、おい、おー、おー、いいわー、素晴らしい。あ、捕まる、めっちゃ捕まる、めっちゃ捕まる。おー、めっちゃ捕まるわ。本当にあれだね、効果が出たね。本当に出ます。はい、やっぱね、このドロー、ドローって書いたらドロー寄りの方にめちゃくちゃ球筋は明るさ。今ドローになる設定になったの。そうです、ドローになる設定です。いやー、変わるんだね。出ますね。48,000プラス税、安くなります。はい、安くなります。もうありがとうございます。頑張りますから。ってことは、ちょっとパチンコ行って帰ってきますね。面白いと思った方はチャンネル